井上師匠チャンネルですね。今日は、第何代でしたっけ？29代航空幕僚長をされてました、あの有名な玉上閣下にお見えいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあもう10年くらいになりますかね、我々。そうですね、沖ノ島にはね、行っていただいて、はいはい、それからあの沖ノ島という宗像大社の神津宮にありますですね、神の島にお連れをしまして、そこから神様のご縁ができて、それからね台湾に行ったいろいろ。いや、そうですね、はい、本当ありがとうございます。いやこちらこそ、いつもお世話になります。その間にいろんなあの辛いことがありましたよね、本当。まあいろいろありましたね、はい、本当人生波乱万丈ですね自衛隊をクビになっただけじゃなくて、はい、その後捕まるとかいうことがありましたからね。どこなんか別荘かなんか行かれてるみたいで。そうですね、小菅の別荘に行って半年過ごしましたねでも半年もいるとね、非常に住みやすくなりますねもうずっといてもいいかなと思ったぐらいですね、本当。でもその時も毎日腕立て伏せとかやってましたね、部屋で。さすがですね、うん、体力が落ちるといけないと思って。はいはいはい。玉川家背はそんなに大きくないんですね。もう背は160センチですね。ですよね。でもね、胸板がすごく厚くてお腹も全然出てらっしゃらなくて、まあまあ、筋骨隆々ですよね、うん、今も毎日ね腕立て腹筋背筋とかやってます。スクワットとかね。今おいくつでしたっけ？73です。73だから73にはね見えないって言われますよ、僕、うん、72ぐらいに見えるって、うん、まあ、ということでね、今日ちょっと豊か放題やろうと思ってるんですけども、うん、はいはいはい、今あのちょうど総裁選がね、そうですね、やってますけども、河野太郎、はい、石破茂、はい、小泉、進次郎、進次郎、はい、とかこの三馬鹿トリオって言ってるんですけどね、はい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 、ちょっとあの、いやいや一番よく知ってるのは、ね、はい、うん、それはね、その三人バカだバカだって言いますけどね、はい、いや本当にバカだと思いますよ、うん、本当ね、あの河野太郎さんでね、あれ本当景気が悪くなっちゃいますよ。ですよね。ね。彼はね、いわばあの今までそのずっと小泉政権なんか進めてきたね、あのグローバル化っていうことを、はい、あれ進めようとしてるわけですね。そうですね。あれグローバル化によって結局ね賃金が上がらないわけさ、はい。だから結局安倍政権の8年間でも。結局株価だけがまあ2倍半ぐらいになってるんですよね。でも株を持ってる人っていうのは国民の富裕層大体 10% 満たないんですよ。これらの人たちは GDP が伸びない中で余計取るようになったから、伸びないから他の人は富裕層に取られた分だけ所得が減るわけですよね、うん、だから安倍政権のスタートと終わりではね、国民一般の所得はね100万円減ってんですよ。あ、うん、だからこれね案外国民が気がついてないんですけど、そうなんですよ、データで見る限り、うん、はい、それをさらに今度ものづくりをね、うん、潰して、普通の自動車産業を今度あの EV、うん、電気自動車にしようと。そうですね、だからもう全部変わって、部品も全部変わって、うん、あのいろんな産業が全部潰れちゃうということでね。だから彼はその日本の伝統文化を極めて軽視してるんですよね。ですよね。その伝統文化っていうのは日本は長い歴史の中でその多くの国民が幸せになれるようにですね、うん、こう伝統文化の中にね国民を幸せにするシステムがいっぱい組み込まれてるんですね。それをみんな壊そうとするんだからね。そうですね、うん、だから、まあ、夫婦別姓にしてもね、そうですよね、やっぱり一つの家で同じ姓で、うん、夫婦別姓選択制と言いながらも完全に夫婦親子別姓になりますので、ね、なりますよね。だから佐藤さんの奥さんが鈴木さんで、鈴木さんの奥さんが斉藤さんだとかってなんだとそれはね、分かんなくなっちゃうじゃないか。分かんなくなっちゃうよね、うんうん、もうこういうのでね、やっぱり家族の一体化とかね、うん、そういうものは本当なくなるし、ね、いや僕はそこの議論を持ってくるよりですね、一番簡単なのは、うん、なんで今の制度を変えなきゃいけないんだと、うん、そうですね。だって今あの 不都合あります、今の制度。いや、ないですね。ないですね。僕もないんですよ、うん、だから結局ね、何か問題があるんですか、で、はい、その問題はみんな共通に認識できるようなもんですかと、はい、いうことなんですね。そうですね。問題がないにもかかわらず壊そうとする。そし壊した結果ね、それがどういう結果になるかというのは予測できないんですね、はい、予測できない。そしたら現在の制度が
これが問題だとみんながそれは問題だねと共通に認識ができるんであればね、それは書いたらいいと思うけど、何もみんな問題だと認識してないことをなくそうとするわけですよね。それからあの人はね、反原発なんですね、うん、あ、そうですね。で、反原発はちょっとこう止めときますよとか言いながらね、うんうんうん、6カ所村の 最初に工場やっとこのことできたのにね、廃止するって言うんですよ。原発ダメになっちゃいますよね。もうダメになっちゃいますね。私はね、実は河野太郎さんとね、はい、7,8 年前に山口県の岩国市でね、アベック講演したことがあるんです、はい、彼が1時間喋る、はい、その後私が1時間喋る、はい、であと30分ぐらいの、まあ、パネルディスカッションみたいな、はいはい、で彼がね、言ってることがね、もう飛んでるんですよね。反原発でサウジアラビアに全面的にソーラーパネルを敷き詰めるとね、うん、世界中の電力が賄えるって言ってるから、ね、だから質問が出ますよね、当然会場からも、はいはいはい、サウジアラビアの人たちはそれで生活できるんですかと、あそこからんだ世界中に電気引くのに電源ケーブルの所要ってどのぐらいあるんですかと、だかアメリカまで引いた時その電力のロスってのはどのぐらい生じるんですかとかね、当然の疑問が湧きます、はい、答えられない。あ、もう画鋲ですね、絵に描いたのだからね、なんかその思いつきで言ってるわけですよね、うん、で私はね、いやいやこの人困った人だなと、あの親父の河野洋平っていうのも、とんでもないやつでしたからね、あれ江沢民の洋平だから河野洋平って言われてるんだけど、江沢民の洋平だから河野洋平、うん、そうそうで親父も親父だけど息子も息子だなとその時思いましたよ。でね、その後私がね、いや皆さん河野さんはあの原発を使わないでね、今後の電力需要を賄えるというような話をしたけどね、絶対皆さん無理ですよと、原発を使うべきですよと、で原発は使って日本は60年も使っててね、前の東京オリンピックの時から死んだ人誰もいないんですよと、放射能で、あの茨城県の東海村であの亡くなった2人っていうのは、あれはあの放射性廃棄物の取り扱いを間違えたから亡くなったんでね、運転中の原発の事故で死んだ人なんか誰もいないんだ、はい、でというそういう話を私はしたらね、もう拍手喝采でしたね、会場は。いや、あのサウジアラビアに仮にね、サウジアラビアに全部敷き詰めて、世界中の電力を賄ったとしましょう、でもサウジアラビアが夜になったらみんな真っ暗になっちゃうということですね。なっちゃいますよね、本当本当ですよ、くだらないことに。それからあのサンバカトリオ2人目の、ね、石破茂、よくご存知なんでしょう。ああ石破茂はね、私が航空幕僚長の時のね、はい、防衛大臣でした。あ、防衛大臣、はい、彼はね、まあ、しゃべりもまあそこそこうまいし、はい、調子がいいときはいいんだ、すごく、はいはいはい、自分に被害が及ばないときは、はい、しかし自分に被害が及びそうになるとね、まあ、部下捨てて逃げ出すから、あこれね、下に使えてるとすぐ分かる、あ、うん、本当にだからあれでしょう、党員票みたいな、うん、そうそう、外から見るやつは分からないけども、近くにいる議員からは人望がないと、近くにいる議員からは全く人望がない、はい、近くにいるとよく分かるんだ、だから全国遠くにいる人はね、分かんないから、そういうことね、うんうん、だから、まあ、河野太郎なんかもそうですよ、遠くにいる人は分かんないから、あの人は防衛大臣やってましたね、本当に、やりましたね、やりましたね、だからめちゃめちゃ人気悪かったという、うんうん、まあ、馬脚を表すことはなかったけどね、はい、だからでもね、考えてることが考えてることだからな、彼によって本当日本は本当もっと貧乏になっちゃうと思いますね。ですよね、うん、で小泉進次郎、小泉進次郎もね、まあ親父に似てますよね、あれも、あ彼もね、似てますね、はい、彼はしゃべりがいい、はい、マスクもいい、はい、考えてることはダメ、全然ね、うん、本当本当ですよ、本当にもっと勉強してもらわないと困りますね、あれ、やっぱりあのフワーッと浮かんできて 46% とかね、うん、そうそう、乃木坂46じゃないのというぐらいね、そうそうそう、あれもアメリカ の外国人洗脳機関 CSIS の卒業生でしょ、親父もそうだけど、はい、うん、だからね、アメリカ の CSIS とはその外国人を洗脳してね、はい、アメリカのために働くような人間を作り上げることが目標だから、はい、うん、もう立派にその役割を果たしてますね、その役割は今立派に果たしてますよね。でこの3人の人がもしですよ、うんうん、総理幹事長官房長官みたいになったら、うんうん、日本はどうなるでしょうね。いやもう沈むだけ沈むでしょうね。あ、だから日本が今どういう状況にあるかっていうと、平成の30年間日本はもう転落の30年だったんですよね。転落の30年、政治というのは国民を幸福にしなきゃいけないし、はい、で国民はじゃあどんな時幸福になれるんですかと言うとね、うん、それはそれぞれの人がやりたいことは別だけれども、それぞれの人がやりたいことがやれることがね、幸福なんですよ。そうやってまた暮らしていければいいですね。じゃあそのために何が必要ですか。
一つは政治的な自由ですよね、はい、あれはダメこれはダメと言われるとね人間なかなか幸せになれないですよね。で何をやってもいいよと言われても何かやるとしたら必ずお金がかかるでしょう、はい、そしたら経済的に豊かでないとまた幸福にはなれないんですよ、うん、だから政治的な自由と経済的な豊かさこれを実現することがね、はい、政治の目標でなければならないんですよ、はい、でじゃあ政治的自由平成の30年どうでしたかというとねこれはどん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 物が言いにくい状況になっていくわけでしょ。最近はあの森元総理がオリンピックで辞めたね、はい、女性がいると会員が長くなると言っただけで職を失うみたいなね、うん、これおかしいでしょうと。でまたあの杉田水脈議員が LGBT には生産性がないと、はい、あの月刊新潮かなんか書いたということでね追及されて、でその時ねあの時安倍総理も今の菅官房長官、はい、直ちに謝るわけですよね、うん、僕これがおかしいと思う。そうですね。というのは民主主義社会なんだから日本は LGBT には生産性がないという意見を言う自由ぐらい保障してください、はい、反対の人はいや生産性があると言えばいいじゃないですかというのがね筋だと思うんですよ。こういう理由であの生産性があるんだと言えば、そうそう、あの時はね少子化問題かなんかで、うん、子供が生まれなくなるから、うん、ということで言ったん で、ね、別に何のおかしくないんですけど ね、うん、だからね。ところがそれを言うとね多分もっとマスコミに叩かれたりね、うん、問題が大きくなる可能性があるんですよ。そうするとね問題が大きくなることを避けるためにね一歩下がっちゃうわけでしょ。そうこれはね指揮官が戦わないということなんですね、はいはい、指揮官が戦わない組織ってのは絶対戦えないんだ。なるほど。総理が靖国参拝しなかったらね各大臣が靖国参拝するわけいかないでしょ。だからねトップがねもう叩かれて叩かれて傷だらけになってもね国家国民のため部下のため、うん、戦うという姿勢を持たないとねこれはもう国がどんどんダメになりますね。だから平成の30年はねそういう意味では日本の総理はねほとんど戦ってないと私は思うんです。なるほど。だから政治的自由がどんどん後退する。で幸せになれない。でじゃあ経済的にどうですかって言ったらあの平成の初めは日本の経済力っていうのは GDP は世界の経済の 18% 占めた。今はもう 6% 切るんですよ、うん、5% 台ぐらいになるんですよ。そうね経済的な実力は3分の1になってるわけでしょ。これではね国民を幸福にする政治がをやってきたとは絶対言えないわけですよね。ですよね。ね、はい、だからどんな言い訳したって政治は結果ですよ。結果を出さなきゃと私は思うんですよね。だからね今から今度ですよ、うんうんうん、あの新しいあの総裁がもうすぐ決まりますけどね、うんうんうん、誰がなるか分かりません。僕はあの高市早苗さんになってほしいと思ってますけども、その新しい総裁が今からの日本をどういうふうにしなきゃいけないかって、うん、そうそう、あのどういうふうな感じで思われてます。あ、そうですね。やっぱりあの私も高市早苗さんにぜひなってもらいたいと思いますよ。あの政見放送を聞いてるとね他の3人はねまあ言ってることがまあまあどうでもいいようなこと言ってますわな。本当にどうにでも取れますよね。本当に曖昧な。高市さんだけがねあの、まあ、初の女性総理を目指してるかやっぱり言ってることがしっかりしてますよね。国防安全保障とかでそのやっぱり靖国参拝もすると言ってますから、靖国参拝ってねこれ日本を取り戻すねもう本当第一歩ですよ。もう一丁目一番地ですよね。一丁目一番地、はい、靖国参拝しないということは結局日本はもう戦うことをやめますと宣言してるようなもんだから、はい、だからまあ高市さんはそう参拝すると言ってるからねぜひ頑張ってもらいたいし、そしてあの総理であればね20年後30年後日本の国の出来上がりの形はこうなんですと、はい、どんな細かいことを聞かれても私はそこはそうなってる状態にしたいということがね言えなきゃおかしいと思います。おっしゃる通りです ね。せっかくねこの頃、うん、あの中韓に対して、うん、特に韓国に対して強く言うようになったじゃないですか、うんうん、はいはい、韓国はだん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 トーンダウンしてきましたもん ね。そうですよ。だから、うん、それと同じように、うん、マスコミがわーっと言ってくるから、うん、ごめんなさいじゃなくて、そうそう、何言ってんだ何おかしいんだって言えばね、そうそうそう、マスコミだんだん来てまともな放送、うん、あのまともな放送するようになるから、うん、それが今必要ですよね、うん。だから靖国参拝について言えば結局靖国問題があるからね、例えば永久戦犯を分守しろとかね、うん、あるいはその無宗教のね、はい、とか施設を作るとか言ってる候補者もいますよね、はい、だけどそれをやったらまた次の矢が飛んでいくんですよ。そうですね、はい、それは一時それで収まりますよ。一時収まってもまたね次の問題をしてまた交代なんです。その繰り返しでこの靖国問題もあの
一歩ずつ後退してきてるわけですよね。あの A 級戦犯を合祀してるかって言いますけども、うんうんうん、あれは A 級戦犯、B 級、C 級の戦犯はなしにしましょうって、うんうん、なしにしましょう、国会で決めたんですよね。あれ国会で決めました。国会で決めたものを国会議員がそれを持ち出すっていうのはね、うん、これは前の国会を否定することになるから、国会軽視も甚だしいですよね、うんうん、国会軽視とかは大体ね分かってないんだ、そんなこと、うん、勉強したこともない。石破さんがよく言うんですね、これね、うんうん、A 級戦犯祀ってあげる限り私はいけませんって言うけど、うん、日本には永久戦犯は存在しませんから、ね、存在しない。で、はい、で石破茂はね、また旧軍を批判するのに、昭和16年にね、あの夏に陸軍が研究したところではね、はい、アメリカと戦争したら負けると分かってたと、その負けると分かってた戦争を始めたとか言うんだよ彼はね。それはね、今でもあの林智勝さんという人が秋丸機関とか言ってね、秋丸機関ちゃんと研究をして、どうやったら勝てるかっていうとちゃんと研究してたわけですよね、はい。だからその通り行動しなかったことが結局敗戦につながったわけだけど、結局石破茂なんかはね、日本が悪いという材料ばっかり探してね、だから、日本が戦争に入らなきゃいけなくなったのは、うん、エネルギーを止められたんですね、うん、そうそうそう、エネルギーを止められたから入ってるんですよ。そうそう、で今の河野太郎は自分からエネルギーを止めようとしてますよね、うん、そうですね、そうそう、こんなバカなことはないじゃないかと私は思ってましたね。いやいや本当ですよね、はい、本当腹立ちますよね。もしですね、もう本当河野太郎がもう総理大臣になったらですよ、僕はもう自民党支持やめますよ、うん、でも自民党もねやっぱりちゃんと叫びしてますからね、本当自民党がね、結局ね、左翼の攻撃に対してね、ちょっと左に寄って問題解決するんだ、はい、とね、それとそこで問題解決したから、ね、と次また攻撃とまた左に、また左繰り返し繰り返し左に寄ってね、今自民党がね保守の政党じゃなくなってしまってるんだ ね、 ね、うん、本当おかしくなってる。だから本当はね、野党で自民党の右側に軸足を置くね野党ができて、自民党もっとちゃんとやらなきゃダメじゃないかという野党がねできないとね、もう今自民党はね絶対政権を失う恐れがないんですよね、はい、野党がアホだからだから絶対政権を失わないからね、サボりっぱなしですよ、まあ、自民党何もやってない。うん、まあ、こういうとあれなんですけども、うん、何人かですね、うん、真面目にきちっとやってらっしゃる議員はいます。いるね、うん、ところがですね、うん、この何もせんでね、うん、もう野党があんまりにももう不甲斐ないから、うんうん、何もしなくて通る自民党員もいるわけですよ ね、 ね、 本当ですね。 で公明党の票をもらって通る議員もいるわけですね、うんうんうん、だからそういうところがねやっぱり一人一人が強く言ってほしいです ね、 ですね。だから公明党とね手を切れない自民党がね、なんか国家国民のために何かできるのかと、本当に。だから私はね、公明党 の、 その支援をいないとね選挙に通らない、そういう人はいっぺんみんな落ちてくれと、うんうん、そして出直さないとね、自民党がね本来の日本を守っていく、この伝統文化を守っていくというね保守の政党になれませんね。それからもし大事なのは、うん、選ぶのは国民なんですよ、うん、だから、うん、国民がこの人は本当に日本のためになるのかね、うん、ならないのかをちゃんとウキペディアでちょっと見ればね、いっぱい出てきますから、ね、それだけでもいいんですよ ね、 そうですね、この人よく顔を見るからねって、この人なんか見た感じいいじゃんみたいなね、うん、安易な気持ちでよ、うん、もう選ぶなと、ね、義理人情ではなくて、うん、大義で選ぶべきだと、ね、顔なんかで選んじゃダメですよ、ね、顔なんかで選ぶなら私だけにしてくれみたいなということで、はい、お後がよろしいようで、はい、本当今日どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。